高校の、はい、まあ、トレーナーのやられていたということで、はいはい、まあ、今でも高校球児だとか、はい、まあ、中学生、まあ、患者さんが多分来られると思いますけど、うん、はい、中高生で特に多い怪我とか、うん、まあ、原因とか、うん、その対処法とかっていうのがもしあれば、はい、あ、はい、まあ、カテゴリー別でいくと、小学校 の、 あの怪我はほぼほぼ肘、要は腕がまだ強く振れないので肩を痛めるまではなかなか至らないので、肘を痛めるケースが多いですね。特にこの内側ですね、うん、この内側に対しては要は前腕、ここの筋肉が硬くなってしまうので、よくここを普段からお子さんのほぐしてあげると肘の予防になりますので、それをやっていただくといいかなと思います、まあ、中学から高校生だと今度体ができてくるので、そうなると今度肩を痛めるケースが多くなってくるので、で肩を痛める選手は、まあ、大概後ろ側、ここが硬くなってしまうの で、 で普段からテニスボールか何かでこう寝ながらここを転がしてほぐしてあげたりすると、はい、あの肘、肩、あの肩の痛みの予防にはなるので、そういったのをやっていただくといいのかなと思います。はい、あの去年の動画で、はい、さっきお話聞いてびっくりしたんですけど、はい、どっから来てくれたんですか。しょえさんのその動画を見て、野球肩がもう1年ぐらい治らないピッチャーの子なんですけども、はいはい、北海道から誠実に来てくださいました。そう、今自分で高校生って質問した時に、はい、そういえばさっきわざわざ北海道から来てくれた人がいたなとしょえさんの動画を見て、その肩が治ったって希望を、あ、ここだったら治るんじゃないかっていう希望をね、はいはいはい、持っていただいて来ていただいて、一泊2日で、当時だから2年生か、2年生のお子さんが1人で来ました。北海道から。北海道から。はい。1人修学旅行じゃないですか。そうです。確かに。はい。で、もうその後はもう。あ、もうすぐ痛み取れて、で、その子は春の選抜、夏の甲子園出れたので、で、春の選抜もはファーストで出て、で、夏はまあ背番号10番として、はい、まあ、試合 ではなかったんですけども、もう普通に。はい、まあ、主力級の主力でした、ね、活躍、はい、甲子園にいたんすね。じゃあ甲子園出てくれました。連絡なかったな。じゃあお父さんだから、お父さん連絡くれよ。そうですね、まあ、そういったね、あの選手も動画見てくれて、はい、で、はい、まあ、僕らも嬉しいです。はい、はい、でもめちゃめちゃ嬉しいです。そうですね、だからその子もね、たまたま多分ね、その YouTube を見て、うん、どこ行って、本当いろんな整形外科、病院、整骨院とか整体行ってもなかなか良くならなかったみたいなので、はい、来てすぐ良くなってくださったので、逆にありがたいですよ、翔平さんたちには。逆ですよね。逆です、逆です。まあ今、小、はい、中、高と言ってもらったんですけど、はい、ここにね、今、はい、すごいプロスポーツ選手の、はい、野球、はい、バレー、え、あれはバレーボール、バレーボール、はい、で格闘家の方も、そうですね、格闘もいらっしゃいます、はい、小中高と、うん、プロ選手とはまた怪我の種類が違うと思うんですよ。あ、そうですね、多分めちゃくちゃハイランクな怪我をしてる可能性はあると思うんですけど、はい、今までやっぱプロスポーツ選手で多かった種類の怪我っていうのは、あ、まあ、野球選手に限っては、まあ、なかなか治らないのが実は肘の肉離れです。最近肘の肉離れ、はい、そうです、そうです。最近結構聞いたことないです、うん、ワードなんですよね、医療界で。肘はネズミだと思ってます。あ、はい、とか人体とか、はい、だと思ってます、ね、はい、大谷さんが何でしたっけ、大谷さんが、まあ、今回は一応人、まあ、それもでも分かんないです。本当に人体が痛めてて痛いのか分かんないんですけども、治って投げたらまた痛くなるパターンは実は肉離れが隠れてる、まあ、確かに、うん、どっちも切れですから、ね、そうです、そうです。で、人体も部分断裂だし、はい、肉離れも、はい、部分断裂なんです。要は筋肉が切れるぐらい動けるってことはやっぱちょっとレベル高い選手に、やっぱ140後半とか50投げてくると、やっぱ学生になってくるとね、当然球速がそこまで力がまだないので、そんな切れるまで動けないんですけど、ハイパフォーマンスの選手は結構肉離れ系は多いイメージがありますね、はい、もうあのプロスポーツ選手の体を持ってても耐えきれない、耐えきれない、はい、バネとか動きとかをしてる、はいはい、そうですね、だからそれも神経で一発と、そうです、すぐ良くなる。プロ選手がそんな肉離れを起こすっていうのもびっくりだし、はい、準備運動してない人が、うん、僕らの肉離れだと、うん、
あの朝野球のおっちゃんたちが十分運動してないで走ってとか、はい、あの運動会のお父さんが久々走って肉離れしちゃうっていうのじゃなくて、はいはい、あんだけ鍛えてる方々がここの一部をめちゃくちゃちっちゃいところじゃないですか。あ、そうですそうです。そこをやっちゃうっていうのが逆にハイクラスなんだなっていう、はいはい、そうですね。であと、まあ、プロ野球選手が必ずいい投げ方かというとそこもイコールではないんですよ、ね、要はあの人たちはあの仕事なので趣味じゃないので悪い投げ方でもそっちの方が抑えられるピッチャーも当然いるので分かっててもそれで投げてるピッチャーもたくさんいます。プロ野球選手の投げ方が絶対いいのかって言ったら、まあ、イコールじゃないからまたこれも難しいところですね。はい。ではちょっともう最後になるんですけれども、はい、見てる方たちで、はい、高校引退して専門学校行ったりとか、はい、まあもうね、トレーナーになられてる方とかいるとは思うんですけれども、うん、まあ、より高みを目指したりとか、うん、まあ、あとは今専門学校通ってる方、高校生でトレーナー将来になりたいっていう方にちょっとアドバイスとか、はい、いただければなと。まあ、僕はちょっと野球のトレーナーなので、まあ、その野球のトレーナーを目指している視聴者さんに伝えたいのが、どうしてもそのプロの世界を見たいとか、まあ、レベルは大学高校を見たいって言う方が多いんですけども、ぜひ自分がやっていた少年野球チームに、顔を出してストレッチを教えたりとか学んだことをまずはその小学生たちに還元してあげてください。まあね、野球人口が減っちゃってるんで、でその OB とかその、まあ、お兄さんとかがこう小学生来るとすごい喜んでくれるので、ぜひ小学校の野球チームに顔を出していただけたらなと思います。はい、そうですね。野球をそれでちゃんとストレッチして、うん、小学生から怪我がなくできれば、はい、野球人口はね増えますから。そうそうそう、減りはしないです。そうですね、はい、離脱をねする子を減らしてあげる、はい、まあしかも小学生のうちからそういうことをしとけば、はい、自分の体のケアにもなるよっていうのを小学生のうちから覚えてもらえますから。はい、はい、年齢とかで、はい、実はこういう職に就きたいけど、うん、諦めちゃう方も中にいると思うんですよ。ああ、はいはい、治療の方に行きたいな、うん、でも今は年じゃ遅いなと思って諦めてる子たちにも、うん、人たちにも伝えてほしいかも。できればトレーナーを目指す方は医療国家資格、まあ、例えば獣生であったり理学療法士だったり鍼灸とかを取ってもらいたいんですけれども、どうしてもなんか理系じゃないとダメとかそういうイメージがあるかなと思うんですけど、僕高校も全然普通の文系で、要は人の体って高校の時あんま習うことないので、みんな専門学校とか要は大学ってスタートライン一緒なので年齢は関係ないと思います。その学校行って学ぶっていうことはで、僕の専門学校で同い年同じクラスで一番上の年齢が65歳です。65歳が、要はサラリーマン引退して、まあ、ちょっと老後やったけど何かやりたい人の体に興味があったみたいで65歳から専門に入学して学んでました。で無事僕たちと一緒に、国家資格も取って卒業してたので年齢遅いとはないかなと思うので、今までね、こう医療系では理系じゃなくてもしっかりそこからまた学べば大丈夫だと思います。何歳で目指しても別に遅くはない、遅くはないです、はいはい。大岡神経バランス整体横浜院さんの、はい、各種リンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあしゃーイエ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 ーイ翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。